株式会社ゲームフリーク代表取締役田尻悟。日本初となるゲーム専門誌ゲームフリークの出版を皮切りにゲーム業界で活躍。クインティーやヨッシーの卵など数多くのゲームソフトを手掛けた後、1996年世界中が熱狂し大ブームとなったポケットモンスターを発表。今回はポケモン生みの親田尻悟に迫る。
OK ですかっていう意味で、それで OK だと思った人は買ってくださいと。なるほどね。200円じゃうまくなるのは難しいですよね。そう、それでいただいたお金で次の情報を仕入れるためにそのお金で A 店に行かせていただきました。いや、新しい店もそうですよね。ゲームフリークは当時のゲームファンにとって待望の一冊だった。攻略本としては初めてってことなんですか？そうですね、これを置くとね、やっぱり目立つんですよね。1週間後に見に行ったらなくなってたってね。だから、そう、しばらく毎週その創刊号を作るみたいな、そのポチケツで挟むんですってような、課題転職後業なんですね。そうですね。でもまあ仕事はしてますよね。切り取ってますもんね。そう、これもポチケツも田尻さんがやってた。そう。だからどれだけ売れるのかがわからないから、とりあえず自分で作れる範囲で始めたっていうのが創刊号。情報誌の役、まあ、色が強くて、最初はこう自分が遊んだ対象のゲームの面白さを ABC でこうランク付けして内容を書いて記事にするとかね。それでも C ランク付けられたそのゲーム作った会社は文句言うとこないですか？当時はね、メーカーにとってプレイヤーって、はあ、まだ見えない存在だったんじゃないですかね。そして田尻の人生はゼビウスの登場で大きな転機を迎える。攻略本になったのは何個目ぐらいかな？2号を作り始めた時に、はあ、ゼビウスに出会ったんですよね、ゲームセンターで。あ、まだ出てなかったんですね。はあ、ゼビウスに夢中になって、あ、これはいける、すごいぞっていうことで、はあ、遊び込んで、なんか攻略法の全貌が見えてきたんですよ。はあ、いうことで、その2号はゼビウスオンリーで記事を書いて、はあ、その割とそれは攻略法らしい。へえ、で、あ、それがこれですか？そう。ああ、ゼビウスですね。そう。だからね、自分としてはやれることは全部やって、評判も良かったんですけど、はい、その直後にね、はい、なんか日曜日号の方かな、登場して1週間で1000万点までやっているっていう噂が流れてきて、はい、彼らがゼビウスの本を作ったっていうわけです、同人誌を。はい、それはね、だから1000万点を出したっていうことに驚いたナムコの開発の方だから、うん、こんなすごい子供たちがちょっと見てみたいから呼ぼうって呼んで、それで本を作る際に開発部にある設定を、まあ、渡して、その攻略本とマップがついて売られていたわけですよ。それでそれを見た時に、なんか自分がこうゲーセンで遊んでるだけではできないことをやってる奴がいるっていうんで、すごい驚いたんですよね。そうですね。会社の人間に聞いてるってことですね。そう。それで、彼らから、連絡が来て、ゲームフリークやってるんだったら、ゼビウスの本も一緒に発行してくれないかっていう相談を受けたんですよね。で、彼らちょうど受験で、高3の受験の時で、親に、なんか、ゲーセンに行ってることがバレて、坊主頭になってて、これ以上続けるとまずいから、受験が終わるまでちょっとやれないんで、じゃあゲームフリークで一冊でそのまま売るよっていうことで、あの本はそれ以降はゲームフリークで売るようになったんですよ。ゼビウスを徹底解析した1000万点への解放は大きな反響を呼んだ。それはね、もう同人誌でありながら、ゲームリークの前で5000部ぐらい出てて、ゲームリークだけで1万部ぐらい出してますから、合計で1万5000部ぐらい。すごいですね。通信販売を始めた時期だったんで、うん、そうするとね、家に帰るとその郵便屋さんがあんたの自家袋みたいなのに、いっぱいにこう、郵便買わせとか、うん、今日はこれだけとか、あ、もう、困ってるとか。で、まあ、全部こう、1000万点の解放希望とか書いてあって、はっきり言ってね、なんか、希望が大変だったんですよ。毎日それだけ届くと、はい、売れるのは嬉しいんだけど、うん、それをこう封筒に入れて、ゲームの攻略どころじゃなくて、なんか送るだけで人生終わりそうな勢いで、あ、そうでで、
あ、家族で演奏したぐらいだから。一家でやってたんですか。そう。おお、妹の封筒に入れるとかね。兄ちゃん帰って渡したら妹がそう感じて。だから一個のでっかいお膳でこう回し合ってやる。デビュー曲の攻略記だけでなく、同人誌ならではの内容が組み込まれたことも話題となった。これを使うっていうのもすごい文化じゃないですか。そう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 。だから、ナムコさんの、その当時の懐の深さっていうかね、開発の内部で使うアンオフィシャルっていうか、こう、ちょっと、マルチな、そのはずだった設定資料も出してくれたおかげで、そういうのも聞いて書かれた、なんか、噂話とかも入ってて、100万分の1の確率で、ギャラクシアンが出るらしいよとかね、ファントム飛行機が飛ぶらしいよとか、ね、そこに走るんですか、犬が歩いてくれたんですよ。それは本物だったいや、ほんまではないんですね。ゲームセンターで噂になってるのを書き留めてるってこと。そう、だから当時、僕ら、ゲーセン野郎の周りでは、すごくこう、噂が、いろいろ飛び交ってて、なんか、しかも、ダルマのゲームセンターで犬を見たやつがいるらしいから、それが来るんですよ。見たやつだった、出てきた。どんな犬だったって聞くと、ああ赤くて丸かった。赤大将の娘の噂があったんですよ。一面で特別な順番で敵を倒すと、こう、小さな、こう、アンドアジェネスっていう、こう、要塞が出てきて、でかいやつ。その後、タランチュラが出てきて、ああデビュースへ連れてってくれるかっていう話になって、真面目にすげえって思って、厳選に行って、一面ばっかりやってましたよ。あ、そこのところをクリアする。そこを、条件を満たすといけるらしい。だから、おかしな話ですね。